はい、というわけでカッチンでーす。今日はおはら祭りに来ました。みんな見てください。お願いします。踊るとなります。踊り連の皆様はあらかじめ決められた入退場口から踊りゾーンにご入場ください。入退場口以外の場所は観覧エリアになりますので通行ができません。Thank you.
踊りを披露してくれるんでしょうか。続いては渋谷音頭参りましょう。こちらにはですね、はい、西田誠一郎さんです、はい、なんか、ほんまについこの間、はい、あったばっかりやテケテケでですね、はい、別さん、またお会いしましたけど、どうですか西田さん、お花祭り自体は参加するとは。僕はあの渋谷の花祭りをもう23年前からずっと僕は司会をやってて、あ、司会をされてたんですか。鹿児島はあのアナウンサーが持ち回りでしょ、はいはい、僕がずっとやってるんですよ。あ、そうですか。鹿児島で踊られるのはどれぐらいぶりですか。鹿児島ではね、踊れるんですよ。向こうで司会やってるから踊れないんだけど、鹿児島では極力毎年出てます。しかしやっぱりこうお花節って盛り上がりますね、気持ちがね。ですね、だからまたこのコロナを共和国を吹き飛ばすような、そういう思いで皆さん踊ってらっしゃるなって感じがしますよね。でまあ盛り上がるというとやっぱり仙台大綱引きだと思うんですよね。ありがとうございます。おかげさまであの初日と2日目の舞台挨拶、もう大盛況でどこも満員で、
ありがとう申し上げます。ぜひ皆さんですね、お花祭りを楽しまれましたら、その後は映画館に行ってください。大崎の声ご覧いただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもです。お、市長。どうもです。市長です。小学校の先輩、小学校の先輩でもあるし、はい、あの人生の先輩でもあるし。市長どうでしたか、今日のお花祭りは。今日はね、本当ね、いい天気で、秋晴れの下で、本当コロナをね、やっつけようという、こういうね、みんながね、元気よく踊ってくださることがね、大変嬉しいですね。もう皆さん、やっぱりね、こういうご時世だからかもしれないですけど、すっごい喜んでらっしゃいますね。いや、だから本当にね、この、まあ、ちょっとあの皆さんこう、疲弊してるというかね、なんか疲れ切ってるので、これを吹っ飛ばすために、はい、おわら祭りでもっと元気よく踊って、全国にこの元気さを発信したんですね。はい、ありがとうございました。ご一緒ありがとうございました。ご一緒ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。うまみちゃんからのやばみちゃんからの最高、チャンネル登録お願いします。のやつ。